ストリートファイター3は、カプコンが開発、販売した、2D 対戦型格闘ゲーム。1997年2月にアーケードゲームとして、第1作、ストリートファイター3、ニュージェネレーションマイナスが稼働。後に続編が2本制作された。通称、スト3。本校では、第2作、ストリートファイター3セカンドインパクト。 ジャイアント、アタックマイナス、第3作、ストリートファイター3サードストライク、ファイトフォーザフューチャーマイナスについても記述する。ストリートファイターシリーズのナンバリングタイトルであり、カプコンは本作を、ストリートファイター2の正当な続編としている。ストリートファイター0シリーズと並行して開発され、先進的なシステムを集約したカジュアル路線の、ゼロシリーズとは別に、 ストイックかつ全く新しい 2D 対戦格闘ゲームとして制作された。システム基盤に当時最新鋭の CPS-3 を採用。キャラクターのアニメーション描画には、ドット絵による膨大なパターン数を使用しており、滑らかで表現豊かなグラフィックが実現した。システム面では、相手の攻撃を裁く攻防一体の動作である、ブロッキングをはじめ、ダッシュ。 ディープアタック、ターゲットコンボ、スーパーアーツセレクトなどの新システムが導入された。キャラクターの面では、従来の主人公竜を脇役に据え、アレックスという新世代の主人公に変更するとともに、登場する12人のキャラクターのうち、竜と剣を除く全員を、新キャラクターに刷新。ゲームの時代設定も本作が、 稼働開始した1997年前後が舞台となっており、これはスト2から約6年後という設定である。続編として、同年10月にアーケード版ストリートファイター3セカンドインパクトが1999年5月にストリートファイター3サードストライクが稼働。プレイヤーの強い要望により、豪機や春霊が復活したほか、ファイナルファイトから 9号も登場した。特に、サードストライクは、プレイヤーに高く評価され、稼働から20周年を経た現在においても、大会や、動画配信が行われている。日付は、アーケード稼働初日、家庭用版発売日。ストリートファイター3、ニュージェネレーション、ストリートファイター3セカンドインパクト、ジャイアントアタック、ストリートファイター3サードストライク。 ファイトフォーザフューチャーストリートファイター3サードストライクファイトフォーザフューチャーに次覚スライブ基盤のバージョンについてバージョンは電源投入時の日付で判断できる部品調達難に伴い2015年3月31日をもって基盤自体の修理サポートが終了した基盤修理サポート終了後も継続されていたセキュリティカートリッジの電池交換も 2019年2月28日をもって終了する予定。これに伴い、2019年2月28日以降に、セキュリティカートリッジの電池が切れた場合は、基板自体の故障の有無に関わらず完全に稼働不可となる。基本操作は、2と同様、8方向レバーで移動やガードを行い、6ボタンがパンチキックのそれぞれ弱、中、強の威力に対応する。 相手の攻撃が当たる直前に前方もしくは真下にレバーを入れることで攻撃を受け止めるシステム。成功するとダメージを完全に無効化すると同時に相手に一定の追加硬直時間を与え通常のガードよりも早く動くことができる。本作に空中ガードは存在しないがブロッキングは空中でも可能。逆を言えば 空中での防御策はブロッキングのみとなっており、攻術通り式揮がより高いものとなっている。また、サードからはガードブロッキングが追加。相手の攻撃を連続でガードしているとき、割り込むようにブロッキングが可能になる。通常のブロッキングと操作、条件とも同じだが、成功のためのタイミングが難しく設定されている。 これを成功させると、通常と違い赤く光るので、赤ブロッキング、赤ブローと呼ばれる。このシステムの導入により、強制連続ガードがなくなった。また、地上下段ブロッキングの成功モーションは、セカンド以前と、サードと、グラフィックが異なっており、前者は、下段ガードモーションの流用だったが、後者は、専用グラフィックに改められている。本作は、 駆け引きを重視して多くのプレイヤーが参加できるようにという方針で制作され、ブロッキングもそうしたゲーム性を実現するために開発、導入されたものである。ただし主な防御手段は従来通りガードが大きなウェイトを占めており、ツーで確立されたゲームシステムを大きく崩すようなことは少ない。スーパーストリートファイター 2X のスーパーコンボを継承したもの。 隠し攻撃を出したり当てたりするたびに、画面下のスーパーアーツゲージが蓄積されていき、一杯になると、ストックが一個追加され、それを消費することで強力な必殺技や、特殊能力を発動できる。ゲーム中に使える SA は一種類だけだが、複数の SA を使えるキャラクターも存在する。コマンドは一部例外を除いて、パンチオアキックとなっている。家庭用版では、 設定によりすべての SA が使用可能となり、コマンドが固有のものに変更される。ただしパーフェクト勝利時の場合はいかなる場合でも、優先的に P となる。シリーズを通して、各キャラクターのプロフィールは存在しない。これは、プレイヤー側の想像に任せるためと言われている。プロデューサー兼ディレクターの手本とも思えによると、 誕生日を設定しなかったのは年を取らせたくなかったからであり、どんどん年寄りになっていったら、ストリートファイター4を作るときに大変になるのではないかと思ったため、各キャラクターがスーパーアーツを一つしか選べないのは、イフの世界を表すものとしての発想であり、一例として、新、昇竜拳を使う竜は、真空波動拳を得得していないとされる。突起のないキャラクターは、 ファーストから登場。それぞれのキャラクターが席を置く国や、キャラクターのイメージが持つ、街路がステージ背景になっていることが多く、背景キャラクターも多く設置され、その国の情緒を表現している。ファースト、セカンドにおいて一部のステージでは、ラウンドごとに、ステージ背景が変わったり、試合開始前に、スクロールや、ズームイン・ズームアウトなど、細部のこだわりが見受けられたが、 サードではこれら演出はほとんど廃止され、ステージ背景も同じステージの時間違いといった簡素なものになっている。キャラクターは、ドット絵で描かれた膨大なアニメーションパターンによって表現され、滑らかなアニメーションを見せる。例えば、波動拳を描くのに、アクスでは4枚、ゼロにでは5枚のアニメーションパターンが使われているのに、対し、本作では14枚が使われている。 キャラクター1体あたりのパターン数は、少ないキャラクターでも400以上が用意され、エレナやイブキなど多いキャラクターでは600から700にも及ぶ。また CPS-3 を採用したことにより、1画面あたりの同時発色数が8ビットの256色から16ビットの4096色に、大幅に増えた。 このため、CPS-2 がキャラクター本体の色数を16色までに抑えて表現していたのに対し、本作のキャラクターは4倍の最高64色までの色数での表現が可能になっている。これは CPS-3 の一作目となったウォーザードにも当てはまる。その他にも戦闘中にパレットを変える処理が可能になっていたため、 ギルの左右の向きの入れ替えなどの演出に用いられている。サードでは特定の組み合わせによって対戦開始前の専用デモが新たに用意されている。従来のシリーズと差別化され、一見格闘ゲームに似つかわしくないようなジャズ、ヒップホップ、トランス、スムースといったクラブミュージック系アレンジの BGM が多い。サードではラウンドごとに奇数ラウンド時の BGM と、 偶数ラウンド時の BGM と同じ曲でアレンジが異なる2種類の BGM がある。またドリームキャスト版、サードでは1ラウンド目のみと偶数ラウンド、1ラウンド目を除く奇数ラウンドで同じ曲でアレンジが異なる3種類の BGM があり、アーケード版とはさらに異なっている。この BGM はラウンド間で表紙を維持したまま切り替わるようユニークな。 処理が行われている。エレナステージの BGM はシリーズ初のボーカル入りとなっている。ありがとうございます。